すっぽんかは、爬虫高カメモクに属するとが、アフリカ大陸、ユーラシア大陸、アメリカ合衆国、インドネシア、日本、パプアニューギニア、メキシコテットリソー群茶炭層での第1次から第3次、恐竜化石発掘調査で発見された白秋前期の化石が世界最古とされており、白秋前期の化石が東アジアでのみ発見されていることから、 東アジアから世界に分布が広がっていったと考えられている。淡水域に生息するカメメの構成種では最大級の大型種が含まれるが標本が減損したり、実際に計測した数値に基づく記録、信憑性の高い記録は少なく最大種に関しては複数の説がある。一例として、高長100センチメートル以上の記録がある、もしくは推定される種はインドコガシラスポン 太鼓頭すっぽん、カントール丸すっぽん、ビブロン丸すっぽん、上海ハすっぽん、ナイルすっぽんの6種に限られる。最小種は平たすっぽんで、最大高長26センチメートル。角質乾板が退化し、骨乾板は皮膚で覆われる。甲羅を含め全身に大型鱗がないため、皮膚呼吸も盛んに行う。肺校は、扁平な種が多く、低質に潜りやすくなり、 隠蔽性を高めていると考えられている。復興の可動性が大きいため頸部や獅子を収納した後、あと、廃校と復興の隙間を閉じることができる。二スっポン赤ではこれに加えて、講師の基部に二状の器官があり、これにより乾燥を防ぐ効果があると考えられている。粉管が突出し、細長い環状になる。上顎及び下顎を覆う角質の鞘は、肉質で覆われる。 頸部は長く、頸部の筋力も強い。指跡には水かきが発達し、第一から三種にのみ爪がある。頭骨や脊椎、粉炭といった形態、核型や酵素の電気営動、ミトコンドリア DNA の塩基配列による分子系統解析から、スッポンもどきかと単系統群を形成するという説が有力である。多くの種が、急すっポン属トライオニクスに分類されていたが、 1987年に、系統推定からトライオニックスは、模式種のナイルスッポンを残し細分化された。この系統推定では、インドスッポン族アスパデリッツと一族一種の、ミヤビスッポン族は、姉妹群とされたが、後に、核 DNA とミトコンドリア DNA の分子系統推定でもこれらの単系統性が、支持された。一方で、ミヤビスッポンは、 インドスッポン族の姉妹群ではなくない群に含まれると推定され、インドスッポン族はより記載の早いミヤビスッポン族のシノニムとなった、火星や湖障、池などに生息する。主に淡水域に生息するが、マルスッポン族は、寄水域や海域で見られることもある。タスッポン赤では寒気に、泥中で休眠する種もいて、フラップが役立つと考えられている。植生は、 動物食もしくは雑食で、魚類、昆虫、甲殻類、動物の死骸、果実などを食べる。食物を探索して動き回る種が多いが、小頭すっぽん族や丸すっぽん族は低質に身を潜め、獲物が通りかかると、瞬時に首を伸ばす待ち伏せ型の捕食を行う。生息地では、食用とされることもある。日本に分布するすっぽんも、 各地で食用として繁殖されたため分布の格乱が起こっており、移入個体群が確認されている。開発による生息地の破壊や水質汚染、食用の乱獲などにより生息数が減少している種もいる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。大型種が多いため、大型のケージが用意できない場合は、一般家庭での飼育には適していない。 ありがとうございます。